めっちゃ太ったな、マジで。太りすぎでしょ。食いすぎてるじゃん。3キロっす。 73? マジ俺前61で試合やってたのにでしょ、はい、でもレオとやるってなるとまあ減量するんだけど、減らないんですよ。まあちょ可能な限り下げるんで、まあ、レオも増やして、はい、声をちょっと下げてって感じで。なるほど、最後か。最後です。いやお世話になりました。こちらこそ。はい、ね、もう小宮がね本当に火をつけたからね、ブレーキングダウンで。いや、なんか寂しい気持ちとかね、いろいろ込み上げてくるものがありますね。やっぱなんか自分とかの影がずっとちらついちゃうとなんかどうしても今のひな壇メンバーにスポット当たらなかったりとか、うん、やっぱ比べられるとか、なんかもっと盛り上げてたとかいろいろあると思うんですけどね。ちゃんとここでね、ずっとダラダラ戦ってもしょうがないんで、締まりやるとかにして最後終えたいなと思ってます。まあ、最後の戦い大事よ、はい、もう本当に過去一仕上げてきてほしい。そうです ね、練習は頑張ります。米をやっぱ強かったし、やっぱ盛り上げてくれるからね、はい、インパクト残して引退してほしい。そうですね、盛り上げます。いやちょっと楽しみにしてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おお、レオ、お疲れ。久しぶり。久しぶりです。米をと決定ということでね。嬉しいですね。嬉しいね。ずっとやりたいって言ってたもんね。そうですね。まあでもね、視聴者からはすごい、なんだろう、厳しい声がたくさんあると思うけど、はい、まあ、その辺はさ、やっぱりレオも成長してさ、はい、直せるとこ直していかないといけないと思うし、はい、多分なんか突然殴りかかったりとかさ、でもその辺とかも良くないと思うから、その辺は変えながら、なんかその戦いでさ、男として強さでなんかかっこよさを見せてほしいなっていうふうに俺は思うけどね。もうそうですね、結構反省というか、結構期間空いて、もうさっきもいつものノリやったら多分手出したと思うんですよ、小宮に、うん、気合い入れてるみたいな感じで、うん、そういうのももうやめようと思ったんで、これからはもうリングだけでやっていきたいなと、うん、そうね。まあでも小宮が最後の試合っていうさ、最後の試合でレオと戦いたいっていうのはね、小宮から、まあ、それはなんかいろんななんかその思いがあると思うんだよね。その今のレオの状況を見てなんかこういろいろ汲み取ってほしいっていう、そういう思いもあると思うし、なんかこれからのブレイキングダウンをなんかお前に任せるぞっていうのは、そういう多分思いとかもあると思うから、そういうのも感じ取って思いっきり準備してしっかりリスペクトを持って戦ってほしい。わかります、うん、どうします。よし、頑張れよ。体育の優秀、頑張ってください。ありがとうございます。